はは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 は。よくぞここまで来ましたね、遊戯ボーイ。いや、ヤグタウンボーイ。ワイタウン。ペガサスと呼んでください。呼びづらいでしょう、それ。まどろっこしいやつだぜ。さあ、約束通り、俺の魂のアカウントを返してもらおうか。ふふふふふ、いいでしょう。確かに、約束でーす。やけに素直だぜ。まあいい、これに懲りたら。このデュエリストに勝てたならば、あなたのアカウントは返しまーす。は？話がち。このデュエリストに勝たなければ、返しませーん。お前は相棒！紹介しましょう。これはあなたのデュエルリンクスアカウントそのもの。そう、まさにもう一人のあなた、あなたの最大のライバル、デュエルキング武藤遊戯です。ははははは、我ながら最高の舞台を用意できました。最後の敵はあなたと苦楽を共にしたあなたの分身というわけです。どうです、燃えるでしょう。そしてこれは、そう、何かに似ていると思いませんか。ふふふふ、まるで戦いの儀のようでしょう。ペガサス、てめえ絶対に許さねえ、ぶっ倒す。デュエルスタンバイ。行くよ、もう一人の僕。先行は俺がもらうぜ、相棒。君のターンだ、もう一人の僕。闇の力、行くぜ。うん、いい手札だ。俺はまずマジシャンズロッドを召喚する。ロッドは召喚に成功した時にデッキからブラックマジシャンカード1枚を手札に加える。俺が手札に加えるのは黒の魔導陣。そして黒の魔導陣の効果発動、3枚めくる。ふん、いいカードが来たぜ。イリュージョンマジックを俺は手札に加える。さらにデッキの順番適当でいい。イリュージョンマジックの効果発動、俺はデッキからブラックマジシャン2体を手札に加えるぜ。そして王者のカンパ、そしてマジシャンズナビゲートをセットし、ターンエンド。僕のターン、ドロー。もう一人の僕、覚悟はいいかい。僕は手札よりソリッドマンを召喚する。ソリッドマンの効果発動、さらに手札よりエレメンタルヒーロー、エアーマンを特殊召喚。エアーマンの効果発動、エアーマン以外のヒーローモンスターの数だけ相手の魔法マナは破壊する。何？破壊されただと？手札より魔法カード発動、融合。フィールドのエアーマンとソリッドマンを融合する。現れよ、ビジョンヒーロー、アドレーション。こいつ重課金デッキだ。ここだ。俺はマジシャンズナビゲートを発動する。手札のブラックマジシャン、そしてデッキのマジシャンオブブラックイリュージョンを特殊召喚するぜ。墓地へ送られたソリッドマンの効果発動、サイド墓地からエアーマンを特殊召喚する。現れよ、エアーマン。特殊召喚されたことによって黒の魔導陣の効果が発動する。相手のモンスター1体を除外する。さらに墓地にいるロッドの効果も発動するぜ。俺はフィールドのブラックマジシャンをリリースし、ロッドを手札に加える。読んでいたよ。マスクチェンジ発動、フィールドのアドレーションをリリースし、マスクドヒーローアンキを特殊召喚する。現れよ、マスクドヒーローアンキ。これで黒の魔導陣の効果は不発となる。ここでマジシャンオブブラックイリュージョンの効果発動、墓地に送ったブラックマジシャンを守備表示で特殊召喚。関係ないね、絆の力発動。暗記の攻撃力を200ポイントアップさせる。バトル。マジシャンオブブラックイリュージョンを破壊。破壊することにより暗記の効果発動、フォームチェンジを手札に加えるよ。さらに手札より速攻魔法フォームチェンジを発動。新たなヒーローに生まれ変わる。現れよ、マスクドヒーローダイアン。ダイアンでブラックマジシャンを攻撃。破壊することによりダイアンの効果発動。デッキよりレベル4以下ヒーローを特殊召喚する。
現れよエレメンタルヒーローエアーマン。エアーマンの効果発動。デッキからヒーローモンスターを手札に加える。僕が手札に加えるのはソリッドマン。エアーマンでダイレクトアタック。僕はターンエンド。俺のターン頼むぜ。ドロー。マジシャンズロット。マジシャンズロット召喚。そしてデッキから俺が持ってくるカード、これは黒の魔導陣だ。行くぜ。黒の魔導陣の効果で俺はマジシャンズナビゲートを引き入れる。俺には勝利の未来が見える。行くぜ。手札に引き入れるのはマジシャンズナビゲート。さらにデッキの順番を入れ替える。サイコロンをセット。ナビゲートセット。行くぜ。マジシャンズロット。守備表示のエアーマンに攻撃だ。ここで俺はターンエンド。僕のターン。ドロー。いいカードだ。このターンで決めきる。僕は手札からビジョンヒーローバイオンを召喚。バイオンの効果発動。デッキからヒーローカードを墓地へ送る。僕が墓地へ送るのはエレメンタルヒーローブレイズマン。絆の力発動。これで僕のフィールドのモンスターたちの攻撃力は君のライフポイントを上回る。ごめんね、もう一人の僕。バトル。エアーマンでマジシャンズロットを攻撃。エアーシューター。マジシャンズロットを破壊。ビジョンヒーローバイオンでダイレクトアタック。今だ。マジシャンズナビゲートの効果発動。俺は手札のブラックマジシャン、そしてデッキにあるマジシャンオブブラックイリュージョンを特殊召喚する。いでよブラックマジシャン。なんだって。さらにマジシャンオブブラックイリュージョン。そしてここで黒の魔導陣の効果発動。俺は相手のダイアンを除外するぜ。さらにロッドの効果発動。墓地のロッドはフィールドのブラックマジシャンをリリースすることにより手札に戻る。くっ。そしてマジシャンオブブラックイリュージョンの効果発動。墓地にいるブラックマジシャンを特殊召喚。墓地より前に戻れ我がしもべブラックマジシャン。速攻魔法発動。マスクチェンジはさせねえ。マジシャンズナビゲートを除外することによってマスクチェンジの効果を無効にする。もう僕に残された手は。どうやら決着の時は近いようだぜ。ターンエンド。俺の勝ちだぜ相棒。ドロー。行くぜ。マジシャンズロッドを召喚。マジシャンオブブラックイリュージョンの表示形式を変更。バトルフェイズ。ブラックマジシャンでエアーマンを攻撃。マジシャンズロッドでバイオンを攻撃。マジシャンオブブラックイリュージョンでダイレクトアタック。ブラックマジシャンでダイレクトアタック。ブラックマジック。うわー、ありがとう。相棒。ヤグタウンボーイ、素晴らしいデュエルでした。ペガサス、てめえぶっ倒す。ちょ、え、ま、う、ぐ、ぐ、ぐー。けーと冷えた1月の消えそう波風奏でる凛と立つ君の横で僕は何も言えなかった。カシオペアに触れなかった。アンドロメダの路地ぐらぐらついて憧れた歌をロラの裏帰ろうか。きっと冷えた
ど消えそう。デュエルだデュエルだルンルンルン。やあもう一人の僕。相棒元気になったのか。ああもうこの通りピンピンさ。あの時はペガサスの野郎のせいでほんと散々だったぜ。大変だったね。でもデュエルリンクスのアカウントも無事取り返せたからよかったじゃないか。カードたちも無事帰ってきて安心したぜ。そうだまた新しいコンボ思いついたんだぜ。今回は負けないよ。デュエル。